先輩、今トランプ前大統領ニュースで持ちきりじゃないですか。バイデン大統領が辞退した中で、ほぼトランプ前大統領の再選が確実だって言われてますけど、実際トランプ前大統領が再選したら日本にどんな影響が出るって言うんですか？今のところトランプ前大統領が勝利した場合、トランプ前大統領が取る政策はあることにつながる可能性が高いって言われてるの。そのあることって何ですか？そうね、ヒントを与えるとしたら旅行かな。旅行行くのにかなりの費用がかかると言えばわかるかな。あ、わかりました。ドル高ですね。そう、正解。まあこの他にもアメリカ合衆国大統領選挙に立候補中のドナルド・トランプ氏、最大のライバルと言われていたジョー・バイデン氏が立候補から撤退したことで、今やトランプ氏が再選間近だと言われています。ではもしトランプ氏が再選したら世界にどのような影響が出てくるのでしょうか。今回はトランプ氏の再選で世界にどのような影響が出るのかを分かりやすくお伝えしていきます。まずは以前のトランプ氏の政権を振り返ってみましょう。ドナルド・トランプ氏は2017年1月から4年間、第45代アメリカ合衆国大統領として多くの機関や協定から脱退や離脱をし、世間を騒がしていました。就任して早々に離脱したのが環太平洋経済連携協定 TPP からの離脱でした。本日をもって環太平洋経済連携協定から永久に離脱することをここで発表します。再交渉などの可能性も一切ありません。環太平洋経済連携協定 TPP 離脱は就任前から公約として挙げていましたが、その理由をお伺いしてもよろしいでしょうか。署名前に開いた企業経営者との会合でも伝えたが、私は公平な貿易を求めています。日本はアメリカ軍を同国市場で売れないようにしています。なのに日本車は大量にアメリカ市場に入ってきています。あまりにも不公平だ。これは話し合いが必要です。今後アジア太平洋との貿易協定は二国間交渉に軸足を移します。不公平を強調しているトランプ氏ですが、この発言に対して日本の通商担当者は次のような指摘をしていました。先日ドナルド・トランプ前大統領が TPP の離脱を発表し、その際に貿易の不公平を強調していますが、これはどのように考えていますか？まず言いたいのは、トランプ氏の主張は時代錯誤だということです。日本勢はアメリカでの現地採算を進めており、2015年対アメリカ輸出は約160万台と、直近ピークの2006年と比べると3割も少ない水準です。アメリカは逆に日本からの乗用車には 2.5%、 大型の多目的スポーツ車を含むトラックには 25% の関税を課しているんです。これは明らかに時代錯誤のやり方です。ちなみに日本市場でのアメリカ車のシェア率はどのくらいになるんですか？アメリカ車のシェア率は 1% にも満たない。これに関しては日本はすでに自動車関税を撤廃していますが、米国勢には燃費や安全規制が厳しすぎると不満があることが原因です。一方で米自動車市場での日系メーカーのシェアは4割弱と高く、1980年代以降自動車は日米の貿易不均衡の象徴とみなされていましたからね。大統領報道官は二国間交渉に軸足を足すと明言しています。二国間交渉になると何か変化などはあるのでしょうか？日本は米自由貿易協定に慎重な姿勢を崩していません。もしアメリカと二国間交渉に入れば、 TPP で合意した関税引上げ率を上回る譲歩を求められる可能性が高いと思います。アメリカの TPP 交渉離脱後はアメリカを除いた11カ国で調整が進められ、2018年12月30日に発効されていました。そして次に行われたのがユネスコからの脱退です。続いての話題です。10月12日アメリカのトランプ前大統領が国際連合教育科学文化機関ユネスコから脱退することを発表しました。脱退理由についてトランプ前大統領は、多額の分担金とユネスコによる政治的な偏見があるという理由から脱退を決めたと言われています。分担金の分担率というのはアメリカはどのくらいなんですか？こちらをご覧ください。こちらは2014年段階でのユネスコ加盟国の分担率の上位5カ国になります。1位がアメリカで 22%、 2位は日本の 10.83%、 ドイツが 7.14%、 フランスが 5.59%、 イギリスは 5.14% となっています。まあ確かにこうやって見るとちょっと偏りがあるようにも見えますね。数字だけを見るとそう思われる方が多いと思います。ですがアメリカは2011年にパレスチナがユネスコ加盟国として正式に認められたことをきっかけに分担金の支払いを停止しているんです。では結果的に日本の分担金負担が世界一ということになりますね。そうなんです。またトランプ前大統領が脱退を決めたもう一つの理由として、関係者の間でささやかれているのが、分担金を多く負担してもこの国には有利に働かないというのも決め手だったのではないかと言われているようです。
就任早々に発表された TPP の離脱から今度はユネスコからの脱退ですか。トランプ前大統領はどのような政治政権を考えているのか、これからも注目していきたいですね。トランプ前大統領は自国の利益のためなら国際社会との衝突も厭わない姿勢を改めて示していました。しかしユネスコ脱退に関しては2023年7月にバイデン大統領によって再加入されています。続いて離脱したのがイラン核合意です。2018年5月8日、本日をもってオバマ政権が締結したイランとの核合意から離脱することをここで発表します。離脱する理由は何ですか？合意は衰えて腐っており、市民として非常に恥ずかしいものだからです。イランが核計画を制限することと引き換えに、それまで国連とアメリカ、欧州連合がイランに課していた経済制裁の解除を定めていました。しかしこの効果を私は疑問視していました。なぜ合意による制限が期限付きでしかないのか。そして弾道ミサイル開発を制止していないのおかしいです。これに対してイランのロウハニ大統領はというと、もしアメリカがイラン核合意から離脱するなら、アメリカは間もなく史上かつてないほど後悔するだろう。後悔するとまで言われたイランとの核合意からの離脱でしたが、トランプ前大統領は核合意へ次のような対応を考えていました。先日トランプ前大統領がイラン核合意の離脱を発表しましたが、核合意の対応は何か考えているのでしょうか。現段階では制裁解除を再継続することを対策として考えられています。1月と同様にイランの中央銀行と石油輸出に対する制裁解除を継続することを考えています。一方でトランプ前大統領が指摘する合意上の不備に対する付帯決議については、ドイツ、フランス、イギリスとの協議を続けるとしています。イラン核合意からの離脱に関してはイラン側がトランプ政権を信用できないと対話拒否をし、混迷の度合いを深めるまでに陥りました。そして最後に行われたのが中距離核戦力全廃条約からの離脱です。我々アメリカは1987年に旧ソ連と結んだ中距離核戦力 INF から離脱することをここで発表します。トランプ前大統領、 INF からの離脱は以前からロシアが条約に違反し、地上発射型の新型巡航ミサイル QM729 を開発したことが原因ですか？そういうことです。核に関する合意をロシアが違反するのを我々は容赦しません。どうしてオバマ大統領が交渉や離脱をしなかったのかはわからないが、ロシアは何年も違反をしてきました。これは許されるべきことではありません。よって合意を破棄します。ロシアが条約を無視して核兵器の開発を進めていることは許されることではないとし、2019年8月2日に正式に離脱しています。前回の任期期間中に4つもの離脱を行ってきたトランプ前大統領、この時はまさにアメリカが孤立していくと誰しもが思っていました。そんなドナルド・トランプ氏が再選したら何が起きるのでしょうか。トランプ前大統領の公約とともにお伝えします。トランプ前大統領の公約について一つずつ詳しく教えてください。まず経済産業政策は何ですか？新たな減税策と自動車排ガス規制の撤廃を目指します。大統領在任時、経済政策の柱として法人税率の引き下げや個人の所得税の最高税率引き下げなどを盛り込んだ税制改革の法律を成立させていますが。確かに成立をさせました。しかし大企業や富裕層が恩恵を受けやすいという声が多く上がっていたんだ。だから今回再選したら新たな減税策を実行に移したいと考えている。自動車排ガス規制ですか。多くの電気自動車が売れ残っているタイミングでの規制となりますよね。すぐに厳しく規制するわけではない。2027年から段階的に厳しくしていく方針だ。続いてエネルギー政策を教えてください。やはりパリ協定からの離脱だ。今は復帰しているが、返り咲いた際にはロシアなどを上回るアメリカの豊富なエネルギー資源の開発を止めることを目的とした全ての政策に反対する。そして天然ガスの採掘やパイプラインの整備に関する連邦政府の許可を迅速に行って生産量を増やし、エネルギーコストを低減させたいと強く思っている。では通商政策はどのようにお考えですか。大統領時代に環太平洋パートナーシップ協定から離脱しているが、返り咲いた際には日本を含む外国から輸入される製品について原則 10% の関税をかける。この他にもウクライナ戦争の一刻も早い終結や、北朝鮮とは首脳同士の直接対話などを掲げています。これらの政策公約について日本にもたらす影響はどのようなことが考えられるでしょうか。今やバイデン大統領が辞退したことでトランプ前大統領の再選が有利だって言われていますけど、再選した場合日本にどんな影響が出てくるんですか。
今関係者の間で囁かれている最も起こりそうな悪夢っていうのが4つあるんだ。まず1つ目が貿易戦争と経済摩擦。トランプ前大統領は全ての輸入品に一律 10% の関税をかけると発表しているんだ。え、 10% もですか？それだけじゃない。中国からの輸入品にはさらに 50-60% の関税をかける計画を繰り返し発表している。彼は何十年もの間保護貿易主義を主張してきているんだ。交渉に有利になるってね。これに加えて1985年9月のブラザ合意のような大規模なドル切り下げを行う意向も示していてね。プラザ合意ってニューヨークのプラザホテルで行われた各国がそれぞれドル安を目指すために為替市場に介入する合意のことですよね。お、勉強してきているね。その通りだよ。今日本と中国は貿易黒字を助けるために意図的に通貨安を維持しているんだ。トランプ前大統領は日本はそうやって作られた、中国もそうだった、私たちは非常にまずい立場にいると思うって宣言しているんだ。でもその発言を聞くとメインターゲットとなるのは中国ですよね。一見するとそう見えるが、それは日本にも組織的な影響を及ぼすことになるんだ。というのも対中国の貿易戦争に参加するか、あるいは中国の広大な市場との関係を維持するかの選択を迫られることになるんだ。それは非常に頭が痛くなるような選択ですね。そして二つ目が韓国からのアメリカ軍撤退と金正恩との取引だ。トランプ前政権の高官によれば2020年に再選していれば韓国からアメリカを撤退させる用意があったと言われている。だから今回再選すればトランプ前大統領が再びその方向に動いても不思議ではないと言われているんだ。それはつまり韓国からの兵力撤退は北朝鮮の金正恩総書記との戦略的交渉への回帰を伴う可能性が高いということですね。そうなんだ。実際トランプ前大統領は演説で金正恩との取引というやり残したことをやり遂げたいという考えを示しているからね。だから日本にとっての悪夢は大陸間弾道ミサイル計画がなくなるという検証可能な保証と引き換えにアメリカが北朝鮮に核武装した短中距離核戦力を受け入れることだと言われているんだ。韓国側はアメリカに見放された場合自国の核能力を開発しようと素早く動くことも考えられますね。ああ、韓国はトランプによるプーチンへの友好的な口説きが加わればなおさらと話しているからな。そこで次の危機となるのがウクライナを捨ててロシアを受け入れるということだ。それってウクライナ戦争を終結に向かわせるってことですよね。でも終結に向かわせてくれるのはいいことなのでは？甘いな。戦争が終結してしまったらアメリカは本当の問題である中国に集中することができるからだよ。だからウクライナ戦争を一刻も早く終結に持っていこうと考えているんだ。なるほど。確かに中国への問題に集中されてしまったら先輩が先ほど話してくれた貿易戦争につながってしまいますもんね。そして民主的なアメリカとの信頼性と安全性に依存している日本にとっておそらく最も不安な悪夢というのがトランプ前大統領勝利後にアメリカが完全な混乱に陥り連邦政府が機能不全に陥ってしまうことだ。連邦政府が機能不全に陥るってやばくないですか？そうなんだよ。トランプ政権の詳細計画プロジェクト2025では連邦官僚機構全体が大規模に粛清される。さらに専門職は解雇され MAGA 運動の中立な支持者と入れ替わると言われている。マガ運動ってアメリカを再び偉大にというテーマの頭文字を取った政治運動ですよね。そうだ。そんな人たちが集まったらどうなると思う？確かにアメリカを偉大にするためならどんなことでもやってきそうですね。それによって同盟国は誰のところに行けばいいのか、誰を信用すればいいのかが分からなくなるんだ。そのような機能不全は致命的だろ。そうですね。アメリカの民主主義の衰退は日本にとって悪夢になりますね。日本への影響も様々なことが考えられますが、すでに税関の上昇を恐れて工場や企業が動き出しているというのです。トランプ前大統領が公約に掲げている関税 10% ですが、すでに関税の上昇を恐れてアメリカ側の工場から中国への早めの部材注文が殺到しているようです。そうすると日本にはどんな影響が出てくるんですか？結論から言いますと、中国からアメリカへの船舶が急増していることで日本へ寄港してこれなくなっているんです。例えば価格が上がると言われた商品を価格上昇の前に大量購入しておこうと多くの人が考える行動だと思います。それと同じでアメリカも高くなる前に大量購入しておこうという考えに至ったわけです。なるほど。日本に寄港してこれないとなると輸入品などに影響が出てくるということですね。その通りです。またトランプ前大統領は欧州や日本からの商品についても関税率引き上げを示唆しています。関税率の上昇が長期間に続くようなら関係する企業は第三国からの供給プランを練らなければならなくなります。では半導体規制についてはどうなりますか？
アメリカが友好国に呼びかけ、現状よりも広範囲の分野において中国への販売を禁止することが考えられています。それは日本企業も例外ではなく、販売する商品のいくつかが売れなくなることによって収益に陰りが出る恐れがあります。では中国が半導体で追い込まれれば追い込まれるほど、日本の企業は中国を無視できないということですか？その可能性は極めて高いと思います。中国は孤立に追い込まれれば、多額の資金を費やして最先端ロジック半導体を作り上げてしまうかもしれないと言われています。ロジック半導体というのは、電子機器の頭脳の役割を担う半導体のことですよね？はい、我々の生活ではパソコンやスマートフォンにも使用されていますね。そして最先端ロジック半導体を作り上げてしまった場合、中国はもう日本やドイツ、オランダなどから最先端技術を習得しなくてもいいことになります。そして国際社会における発言力を強めることが考えられますので、こうなると日本の企業は販売と調達の観点からますます中国を無視できなくなるんですね。話は近くなってしまいますが、トランプ前大統領は脱炭素ビジネスをグリーン詐欺と言い放っていますが、もし風力発電所の許可を取り消したりした場合、世界的にはどのような影響が出てくるのでしょうか？風力発電所の許可の取り消しもそうですが、行政が使う電力に反風力のポリシーを導入したりすると、関連業者にとって大打撃になると考えられています。つまりトランプ前大統領が再選すれば、環境や脱炭素に関連する投資は減少し、代わりに旧来のエネルギーが見直される可能性があるのです。では企業側は早め早めの行動が勝利を分けると言っても過言ではないということですね。またトランプ前大統領の再選に経済界からも懸念の声が上がっています。トランプ前大統領は再選したら全ての国の製品に対し関税 10% を課すと発表されましたが、影響はどのようなものになりますか？いや、影響はかなりあると思いますよ。人や物の流れ、金の流れも少なくしますから、日本製品をアメリカに輸出している産業とかはかなり厳しくなる可能性も十分考えられます。そしてアメリカの US スチールの買収を計画している日本製鉄の会長は、政争の具といえばそうでしょう。大統領選がなければ多分こういう議論になっていないでしょう。でも買収計画はアメリカの法律には抵触していませんから、買収はもちろん成功しますよ。先輩、今トランプ前大統領のニュースで持ちきりじゃないですか。バイデン大統領が辞退した中で、ほぼトランプ前大統領の再選が確実だって言われてますけど、実際トランプ前大統領が再選したら日本にどんな影響が出るっていうんですか？今のところトランプ前大統領が勝利した場合、トランプ前大統領が取る政策はあることにつながる可能性が高いって言われてるの。そのあることって何ですか？そうね、ヒントを与えるとしたら旅行かな。旅行行くのにかなりの費用がかかるといえばわかるかな。あ、わかりました。円安ですね。そう、正解。米議会上下両院の多数派を共和党が握った場合、円は対ドルで 5.1% 下落すると予想されてるの。今って1ドル160円ですよね。それでもちょっと高くて困ってますけど、それよりも高くなるってことですよね。そういうことね。今の160円を基準にすると168円になるって計算なの。それに円安が進むと輸入品の価格が上昇し、物価高を加速させる可能性があるの。物価高の加速って、今でも物価高に困ってる人が多くいるのに、さらに加速されたら余裕のある生活なんてできないじゃないですか。それに電気やガス代の補助金がなくなることも可能性としては十分に出てくるの。こんな猛暑で電気代を節約なんてできないし、補助金とかあるのが私たちにとっては助かることなのに。まあトランプ前大統領が再選したらの話だけどね。まだどうなるかなんてわからないし、私今までなんとなくでニュース見てましたけど、なんか急に他人事じゃなくなってきました。このまま本当にドナルド・トランプ氏が再選するのでしょうか。今回はドナルド・トランプ氏の過去の政権を振り返りつつ、再選した場合の世界への影響をお伝えしました。物価や円相場をも左右するアメリカの大統領選、トランプ前大統領が再選したら世界や日本政府だけでなく日本企業も悩みの種になりそうな予感ですね。このままトランプ前大統領が再選したら、日本だけでなく世界全体が様々な混乱に陥りそうだな。確かにほぼ確実にトランプ前大統領だろうとか言われてるけど、実はライバルとなるハリス副大統領が民主党内で支持が拡大されていると言われているのよ。マジかよ。てかハリス副大統領が大統領選に勝利した場合って、女性初のアメリカ大統領になるってことだよな。そうですよ。それにアジア系初ともなりますしね。ただ副大統領として務めてきたこの4年間は不人気と伝えられています。まあそれも副大統領として担当してきたのが移民問題など非常に難しい、国論を二分するような問題でしたがね。
そりゃ自分を全国的にアピールする機会が少なかったことも不人気の理由にありそうだな。まあどちらが勝ったにしても世界各国に影響が出ないようにしてほしいぜ。